皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。おすそ分けのメイドインワーリーをやりたいと思います。さあ今日はついに最後のキャラクターです。ドンと出てくるかな、来たね。さて前回ペニーね、全然ダメだったんですけど、ごめんなさい、ペニー下手くそでした。ピョローこれですね、ダイヤモンドシティで大ヒットしているピョローの主役、ワリオのゲームに遊びに来たピョローっていう、だからワリオの世界のマリオ的存在、いや、マリオの世界にワリオがいるから分かんなくなってきた、分かんねえ、俺たちの世界のマリオ的存在です多分なのでなんかあげましょうか。さあピョローが好きそうなもの、ピョロ好きそうなものなくね。ねえトイレあげる、はい。うわ結構好きやったトイレ、おもろ。さあピョロが一気にレベルアッピング、すごいめっちゃ上がるやんピョロ。ピョロどこまで上がるんだ、副社長ピョロ来たぜ。さあピョロが一気にイラストもゲットできたわけで、なんかあげよう、トイレあげてみるか。いやトイレ今さっきあげたんだよなこれ、だから結構好きだわトイレ。じゃああげようトイレ1個。あ、それ全然好きじゃなかった、金ピカじゃない方は好きじゃなかった、なんてこった。というわけでミッション達成でーす、フレピッピ。ということで見てみましょうか。さあダイヤモンドシティの、ね、主役ピョロの色、赤色かなこれ変わるの、赤から変わると相当変だよきっと。わわわ、緑とかおもろ、ねえピンクかわいいね、えなんかいろんな色で、ね、イメージめっちゃ変わるが、サブどこ、あ腹の色変わるの、ね、赤赤にしたらなんか怖いよこの子。これはあ唇、唇色はある、唇悪い色紫色やだな今のカラーリングがいい、ゾンビもやだな、目目真っ赤やん、変なのは。あふん、ファンシーは可愛いけど、ブラックシャドウがゴールド、でも金ピカだなピョロも。さあこれで全キャラクターピン金ピカ化計画成功でーす。はい、ということで、ギャラリー見ましょうか。さあピョロのイラストです。わピョロ長い舌で果物抱きしめてる、ベロで抱きついてるね、手短い分ベロが発達してるのかな、これ何ヤシの実これ食べてんの。はい次、月で眠るピョロ、何これ黄色やけど何どうやってのピョロ、なんかお月様とすごい見つめ合ってる、なんかメイドインワリオのゲームにありそうこのお月様、絶対過去に出てきたでしょ。でフルーツ大好きピョロでーす。やっぱなんかフルーツ、このヤシの実みたいなやつがなんか過去のピョロとかのゲームで出てきたのかな、なんかメイドインワリオの過去作でピョロって出てきてたんだよねなんか。で次ワリオワリオワリオ舐めてんじゃん、ピョロピョロ僕の方が人気者だけどみたいなね、ここやばい煽られてる。さてレッドとピョロはなんか仲がいい、マンドラゴラ持ってます、マンドラゴラ好き実は。レッドなんでこんな焦ってんだ、なんかレッドのイラストにも確かピョロいたよね、この二人仲良かったのかなみたいななんか言ってた気がする。あとこれださっきの続きかもしれない、これのねえ水やったら何が出てくるのかなってことで出てきたのがこれだったわみたいな続きものだったイラストに、まあでもピョロはやっぱ可愛いなこのピョロとか好き好きだしワリを舐めてるピョロもいいしな、うん、レッドがビビってるピョロもおもろいし、ね、大人気ゲームのキャラクターでした。ちょっとマンドラゴラ上げてみようぜ、せっかくだし、いるいるいる、これこれほら、あ、今マンドラゴラ好きだいいね、マンドラゴラ大好きよでした。ということで、じゃあなんかあともうちょっと上げてみるか、ねえビル好きだろ多分、ほれ全然好きちゃうかったビル、ねえわあもったいねえ、全然意味ねえじゃん。ピョロって何が好きなんだろうな、ワリオのトラックとか全然好きじゃないもんね。食べ物系か、よく考えたらピョロが好きなのって魚とかじゃ好きってこと、やっぱうまいもんを食いたいってことなんだねこれって。でピョロをねレベル30まで上げようついでなんでね、ちょっとなんかいろいろあげまーす、いろいろあげるのめんどくせえからジャンボジェット機あげるわ。よし、ジャンボジェット機めっちゃ好きやんけピョロ、やったー、どこまで上がんねえお前、うわ全然上がらんかった、宇宙の覇王になったけど宇宙品、宇宙関連が好きなのかな、わかんねえ、なんでこれも好きやの、アルプホールも好きっていうピョロの好みがわかんねえ俺には。はい、ということで、これでレベル30、伝説の存在になりました。ピョロー。さあ、なんでここまで上げたかっていうとね、一個目的があります。それはね、わかるかなみんな、ワリオカップだよ。ねえ、このピョローエンドレス、ピョローのレベル上げたら、多分で、ね、これ、ランキング今めっちゃ僕低いんですよ。B ランクなんですけど、A ランクいけんじゃねえかなっていう、ちょっと目標でやってみたいと思います。頑張れ、ダイダラマン。行きましょうか。
だからこれね、ランク上げるごとに基礎値が上がるんですよ。なのでなんだろうな、これ最強です最強です。今はねまだ1倍なんですけど、いやもう前はほんと全然違うよこれ。ピョロピョロ、いやほらもうほらほらもうだって460あんもん。もう照らせライト、もうお互いピッてするだけだもんな、ここ簡単。はい、次スピード上がったり難易度上がってきてからが本番なのかな、どっちかっていうと。やべ、危ないよ。ディフェンス強いな、ディフェンス力ナイス。じゃあいいよいいよ、まだレベル上がらんか、この次ぐらい。5個集めろピョロ、これはもう特にピョロの力いらない金ピカでも金ピカじゃなくても誰でもできるね。左の勝ちじゃない、もう1000あんだぜ。でここから倍率がつくんですよね、その基礎値100いくつから全部割れ、あ割れた割れた、なんか知らんけど割れたオッケーオッケー、倍率アップの力ってすごーい。はい、ピョロー、オッケー、 1.2 倍がつくのか今ので。で電波、ちょっと待って、これよし、オッケー、ナイスー。左の子だったね、めっちゃ早い。お面お揃いでつけろ、あ間に合わんってそんなんさあ現在3500で残機2です。まあぼちぼちじゃない、半分やで今で。あまスプレーズ運べ、よしよし運べ、危ない、ピョロまで出荷されそうだった今。4000早すぎるだろう、上がるの。2匹見つけろ、はい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 、よいしょ、ギョ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 、ベロ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 ってベロ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 、はいオッケー、メールメール最高、簡単な声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 、音だ、わーわーサッカー、わーわー2個無理だってば今ふざけんなよ今の、頭にぶつかったぞ今。ピョロ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 、あウェイピョロ、ナイスピョロ、今無理だと思った今、出せうーんちだから妨害、理的行為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 、もうダメだもう右のピョロ前もこのミスしてやって俺。でもなんかめっちゃ楽、めっちゃ楽ねえねえ、また遊ぶ、大丈夫、今週のワリオカップもうすぐ終わるからギリギリ急げ。さあ4000超えたぜ、残機は1 1っていうのがね雑魚だな俺オッケー、次サッカー無理だよー、はい、あ、危ねーえ、よしよし、サッカー超えた、可能性あるぞ可能性あるぞ、20いく、言います、電波見つけろ、待て、ピョロ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 、そこ捕まって、そこ捕まって、まあ、右のピョロが、右のピョロがね、言いたいこと言わして、右のピョロがね、あそこのリング捕まれなかった。もうこれラストチャンスだからな、ここで頑張って決めるぜ俺は。照らせライト、よっしゃー、危ねー、いいよ、はい、次、次流せ、流せ、ちょっと待って、あそこ行かへんね、行かへんね、間に合った、危ねーピョロ、マジでむずい、あ、サッカー来るよ、ここでサッカーは、やめてくれ、やめろ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 最悪ボールだった今の。でも生きてるから俺たち、またスピード上がるよ、よいしょ、危ねえ、なんかネズミ一匹だけだったね、あ、危ねえ、6000超えた、捕まった、あー捕まったんですよ、待って待って待って、もう押して反射的に A ボタン押した、全部割れ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 、よいしょ、 OK、 危ねえ、次じゃあ理的行為はこっちこっち、いやまあ、いやこっちで、いや危ねえよ、なんか知らんけど、そう右のやつを下に落とせばいいんだよね、お、世のまたサッカー、なんでサッカーこんな出んの、サッカーむずいって言ってる、バババババババラス1脱出しろ、よいしょ、危ねえ出れた、危ない、初めて脱出できたかもしれん、挟まれるな、危ない、記録更新中、スケールを、あ、やばい、これでどうだ、危ねえ、いいぞいいぞいいぞ、8000超えた、これは無理だ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 、もう帰ろでも8000超えたぞ、えらくいけるだろこれ、
よしよし、登録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 8000超えた俺のエネルギーどうだ問題 A ランクダメじゃねえぞ、おら危な、1分前だったわ1分前ギリ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 達成できましたね。さあ皆様、ピョロマリオカップがメインではありません。私がやりたかったのはこちらです。バサズ T バトル、ピョロがラスボスなんですけど、これマックスどこまで行けばいいのか、ちょっとミッション見ましょうか。だいたい35までか。ってことで T バトルを35まで達成せよ、やっていきたいと思います。これ全キャラ使ってやるゲームなんだよね。ブリブリっていう、この右にいるのがピョロって誰が気づくだろうか。ラウンドワールド、これいろんなキャラ使っていろんなキャラの特性を使ってミニゲームを達成していけっていうね。ヘイジミーだよいよい、目ん玉狙うよい。なんかオリジナリティが溢れてますね、ほんと他のキャラと比べて。で倒せんか倒せんか倒せんか、危ないか、危てなんか怪我してきた。ほいドーンね、今まで俺が育ててきた全キャラクターのね、わかる？ゴールドが輝く。はい、不明不明不明、よっしゃなめんな、カットかわいいね。マイクです、マイクはシューティングゲームをします、楽しいマイクもいいね。はい、ナインボルト、もうザコとは言わせねえぜ。フェニーはむずいね水の力で溺れなさい。おー、ルールルール潰さなあかんのか、これルールよいしょ。あっ、バイバイルール、終わり。え、一人でもやられたら俺なのかこれって。まじか、これルールでさっきルール一番上からやるべきだわこれ。よいしょ、待て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 、まずいまずいまずい、ダブレンルールむずいぞ。ちょちょちょ、だから急にむず、骨太シューティングゲームなんて死んだんだけどちょ、ま、待って、ドリブルむずいんだけど、ドリブル。オビュロンです。あ、待て、やばい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 かもしれん。オビュロンですじゃないオビュロンです。ルール来た。俺ルールでいつも苦しむ男。ダイダラルダイダラルダイダラル、よし、オッケー、ルール終わり。なに、さっき俺が苦しんだやつ。上の上上の上、ドンカーン、オッケー。上か下か順番に壊せ。なんでこんな、このね、フライゴは難しいんやろな、地味にムカつくイライラ棒やなこれ。はいはいはい、うわ、待て待て、危ない。俺ブーメランハンターじゃないの、きついの。ねえ、マンティスマンティス、親分親分師匠です。10、よし、ドーン、ナイスザレッド。出た、フェニー、うおー、水を入れろ。フェニーもう前ので慣れたからな。17きた。レッレッドじゃねえよ、ピョロって上から見たピョロだわこれ。どうすんだこれ、目泣くんだっけ。ねえ、えい、怖い、全身溶けタックルだ。えいや、危ない危ない、そういう攻撃ずるいよ。終わり、あ、危な危な、あ、そんなとこに目ん玉がある。ピョロって結構バケモンやったよな、ピョロって結構バケモンやったよなって、おもろいなえいや、ブリブリスピードアップ、そういうことが続くんだよ。なるほどね、これでペースアップした今のゲームを繰り返すことでラウンドが増えていってっていうことがね、結構むずいぞ。でも何個かやべえのあるもんな。ナインボルトはまあいけるとして、ルールだな、このゲームで一番むずいのは多分ね。よいしょ、カットもいい。あ、ちょっと待って、間に合うか、あぶね、今のクリエット、右左右左、はい、ほい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 、ジミー次、よし、ほい、おら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 、よけい、いよいよ25、やべ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 、あ、シュリはかわいい。やっぱ一部キャラクターはミスる気しないけど、一部キャラクターはミスる気しかしないねこうなってくると
よし、いいよ。ペニーとか簡単だもん。だから難易度の差がすごいね、これ。よし、よけれど。師匠、あ、ぶない、今、潰れるとこだった、今。師匠、セーフ。で、オビランでーす。オビランでーす。オッケーオッケー、簡単、簡単。このタイプがきついね、ほんと。下壊して上行くっていうのを繰り返さなきゃいけない。ちゃんとルール決めたらいける。フライゴは。フライゴは。フライゴは地味にむずいのは切れそう。で、次。来た、ルール一番上から。ローン、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 オッケー。今なんか上の壊れてラッキー。で、次。またまたまたワリオー。これ地味にミスりそうだよ、ワリオも。今主人公だからな、ブリブリしなきゃね。バス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 目かわし、あの目やばいな、こいつ。これ危ないよ、そこは怖い、地味に怖い。やば、危ない。メンタバーダブル壊しした後は、あ、そうだ、これはメンタバーぶっ壊れてるやつだ。ドーン、ブリブリー35。これでとりあえず目標達成かな、これで。さあ、あとはね、ウィニングランしていきましょうか。で、各キャラクター、やっぱ俺今まで全キャラクターやってきて最後にピョロ持ってきたのってさ、正解だったよね、絶対。だって今までのキャラクターが全部大活躍できる。そう、神ステージだもん、ここ。うおー、ルールーとかドリブルとかがミスってるってなんか意外な展開だけどさ俺の得意キャラたちが俺の苦手なペニーとかが大活躍してるっていうおもろい世界線ですがね。よいしょ、ほらほらほら、1個ずつ壊せばいいんだよ。よし、あ、9ボルト、危ねえ、危ねえ、危ねえ、9ボルト、やっぱ怖かったです、すいませんでした。よいしょ、あ、頭ぶつけても壊れんだ、今のルールって。ドーンって頭にドーンってやってもね。レッツレッツ、よし、オッケー、レッツオッケーね。いや、ブーメランはきつい、ブーメランきつい、ブーメランきつい、ドーン、いいね。オピロンでーす。あ、オピロン、オピロン、ミスでーす。ミスらないでーす、オッケーです。めっちゃ良くない？ペース。鬼だ、鬼。これはきついね、ここ。俺はおめえでミスする気がすると思ったけど大丈夫だった。怖えよ。師匠？危ない！師匠危ない！師匠ドキッとした、今。思わず黙ってしまう難易度。やばいやばい、ドリブルもむずいんだわ、それ。なんと51位。あ、で、これ来るってわけ。もうここまで行けばもういいだろ。俺。大体ナンバーワンだろう、ここまで来たらもう完全に。えい、ほら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 、やんのか、ほら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 、あ、やべ、あっ、あ、これここっちも来るわ。優しい世界、ブリブリもうここからはもうミスったキャラがもうダメだからね。ミスったキャラが、あ、ミスった、地味だった、ミスったキャラがダメだからねって喋ったらね、うん、今日のアンラッキーボーイはジミーピエン。はい、ということで皆様、 P 極めたもの、 P を極めたもの、きた、大たら P です、任せとけや。ピョロ大好き、ピョロマニ、完璧だったな俺。さあ皆様、各キャラクター見ていきましょうか。ドーンと全部金ピカ、俺は嬉しいよみんな。なあ、ピョロのデータ見てなかったから一応ピョロ見とくと、ピョロの成功率見てください、 80% まで上がってますね。まあピョロも結構使いやすいのか、いや使いにくいですトータルの結果ですね、ドリブル、アシュリー、オビロン、クリケットみたいな感じで、こんな順番でした、僕の最終結果は。はいね、まあスピッツとアナはねいないから、カットが一番下になったの今。カットか、まあ、カットは使いづらいからな。カット一番下でも、あとはね、ピョロ、ペニーがどっこいどっこいって感じかな。で、ナインボルト、モナーが、クライゴーって続くって感じで。まあね、上に行くほど確かに使いやすいキャラクターであることは間違いないと思います。ワリオがちょっと低すぎるのが俺の中でちょっとおかしいなと思ってるけど、ワリオはもうちょい高いと思います。さあ、とりあえず、オスワケルメイドインワリオはこれでね、だいたいやり尽くしたので、ここまでにしたいと思うんですけど、次回最後にワリオカップね、今週の俺頑張った結果だけ見てね、終わりにしたいと思います。一旦最終回としましょう。また今後ね、誰かと一緒に遊べるようにね、今準備するので、ね、これオフラインじゃないとできねえから大変だよね。俺、家から出たくないからさ、みんな、まあ、友達とか家族とかと一緒に遊ぼうな。それでは終わりましょうか。で、チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。全キャラ金ピカ化計画、見事達成。
おめでとう俺。ありがとうみんな。また次の動画でお会いしましょう。あっぱよ。